業務スーパーのおすすめの夜食を5つ紹介します。1食100円以下限定なのと、今回はカロリーも表記してありますので、気になるものがあれば業務スーパーで購入してみましょう。1つ目は中華まん1個 100g。 神戸物産が中国から輸入しています。おそらく具材がたっぷり入っているんだと思います。作り方は電子レンジで2分、蒸しても OK です。1個あたり251キロカロリー、エビピラフ 200g 310キロカロリー。メーカーは全国農協食品株式会社という初めて聞く会社です。業務スーパーには1キロサイズのエビピラフやチャーハンも売ってるんですけど、価格はほぼ同じなので、夜食だったらこっちの方が食べ過ぎなくていいですね。作り方もチャーハンと同じで、レンジでも炒めるのでも OK です。ミニたい焼きです。12個入りで338円、1個あたり28円なのでめっちゃ安いですね。これも業務スーパーが中国のやつを輸入してます。レンジでもオーブンでも OK みたいですね。オーブンの方が表面をカリッとしてて美味しいんですけど、少し時間がかかりますのでレンジでも OK だと思います。さっきまではラップをかける必要がありましたが、このたい焼きはラップをかけずに OK です。ミニたい焼きの横に普通サイズのたい焼きも置いてるんですけど、ちょうど倍のサイズに当たりますので、ダイエット中の方は今日は1個にしとこうという選択肢もできますね。焼きおにぎり8個入りです。メーカーは日本水産株式会社、これもあまり馴染みのない会社です。1個あたり 70g とスナック菓子ぐらいの重量で食べ応えがあります。これもラップせずに1分半から2分。70g といっても少し見た目は小さく感じるので、以前投稿したあごだしを使ってお茶漬けを作るっていうのもいいかもしれません。クノールのスープパスタ、業務スーパー決算セール第1弾のセールでは99円でした。なので通常価格は99円ではありませんので注意が必要です。たらこクリームで味が濃厚の割にカロリーがわずか180キロカロリー。これだといくら食べても太りませんね。蓋を取って内側の線までお湯を入れる。ですぐに15秒ぐらいすぐにかき混ぜる。で3分待つ。業務スーパーのおすすめ夜食5選でした。業務スーパーで購入しているおすすめの夜食をコメント欄で教えてもらえると勉強になります。またチャンネル登録もお願いいたします。